クリリン。仲間は回復してやらないのか。いや、弱い奴は見捨てる気になったか。ようやくサイヤ人らしくなったじゃないか、カカロット。最後の先祖はオラが。回復もできないならこれで終わりだ。貴様もすぐに仲間の元に連れて行ってやる。何？許さねえ。ボールもね、あったとしてもクリリンは二度と生き返られんだぞ。お前のことは謝っても許さねえ。二のほど知らずも髪の色が変わったところで貴様が俺にかなうはずがない。試してみるか。ち、話し方まで変わりやがって、いちいち気に障る野郎だ。この俺だ。スーパーサイヤ人になれるのは俺だけのはずなんだ。バカめ。この俺が落ちこぼれの下級戦士に。俺がまさか引き取これで終わりだ。ほっとうわっふっやったらえいふっやったら
どうだカカロット、俺もなることができたぞ、伝説のスーパーサイヤ人にな。そうか、おめえがナメック星人、みんなを生き蹴らせる。さっさと貴様もスーパーサイヤ人。これがお望みなんだろう。そうだ、この姿で今の貴様を倒すことがな。俺は死ぬような思いを繰り返して戦闘力を高めることができた。それでは貴様に追いつくことはできなかった。しかし貴様ごときに打ち負かされた屈辱と自分の弱さに対する怒りによってスーパーサイヤ人になり、フリーザもこの手で倒すことができたのだ。感謝するぜカカロット。それだけ強くなってドラゴンボールを望む理由は何だ。罪のある人もナメック星人たちを殺しやがる。弱い者などこの宇宙に必要ない、そうは思わないか。なんなら貴様も俺の部下にしてやろうかカカロット。話にならねえなベジータ。スーパーサイヤ人になってもカカロットに勝てないのか。スーパーサイヤ人は貴様が負けたのはその方。それでまたとどめも刺さず。でもそれはお前に屈辱。何？俺はいつでも相手になるぜカカロット。貴様もやはりサイヤ人だな。いいだろう、さらに強く。こうして悟空とベジータの二度目の戦いは終わりを告げ、そして悟空は果たして孫悟空はどこまで強く